漁師正人です。さて、緊急動画なんですけど、海のない県から今ね、ある青年がですね、僕の島にやってきてですね、漁師になりたいんですと言ってきてます。で、その彼がね、今滋賀県から、はるばるやっとね、この島に到着したとのことなんで、今そこに向かってます。とにかく漁師になりたいんでお願いしますということなんです。で、まあ、今後はどうなるか分かんないです。彼をね、漁師として、修行させるのか、はたまたね、ブレモノと言ってね、これから追い返すのか分からないんですけど、まあ、カメラ回していいよということなんで、皆さんにもね、ぜひどんな彼が青年なのか、ちょっと見ていただきたいと思います。なんせね、彼はね、度胸がある。カメラ回していいって聞いてもうんって言いますし、1週間ほど勝手にね、宿を取って今日ここにはるばる来ました。彼のね、その行動力だけはね、もう半端ないですね。そのね、力だけはね、買いたいですね。お、おったな。こっち来る？こっち来る？こっち来る？カメラ回ってますけど、大丈夫？大丈夫です。はじめまして。ちょっと移動しようか。車通りあるか。はい。ついてきてもらおうか。はい。まあ、正直ね、僕も彼をね、雇うとかそんなことまではまだまだ全然考えれてないんで、まあ、どんな子なのかね、いろいろ話を聞いてみたいと思います。まあ、皆さんもね、ぜひ聞いてください。ということで到着しました。失礼します。もう決心していくだけだ。怖い。怖いよ。動画で見るより怖いやろこれ。小さあ、ちょっとね、あんまりね、船は椅子がないので唯一椅子があるここにしましょう。上がれる？その辺にね、うん、そこに足かけて、オッケー。はい、さつきくん。え、間違ってる？合ってます。合ってる？に来てもらいました。滋賀県から来た。はい。よう来たな。はい。マジで。え、漁師になりたい。はい。なんで漁師になりたい？まあ、小さい頃の夢っていうので。もうどれぐらいから、何歳ぐらいからとかある？幼少期から。あ、そう。なんで漁師になりたい？魚が好きとか？あの LINE のアイコンとか見たけど、釣りが好きなのね、多分。はい。めちゃくちゃ好きなの。はい。だいぶ大好き。だいぶ大好きなの。で、釣りのプロとかは考えなかった。まあ、釣りのプロはでも、まあ、難しいか。難しい。職歴が大きい市場で働いてたよね。はい。魚市場。はい。中央卸売市場に3年間。3年間。3年間、高卒？高卒です。18で、今が22です。22か。はい。あ、じゃあ、ほぼそこ働いてたの。はい。ほぼそこ。ほぼそこ。釣り具メーカーで働いてたの。は今年の2月から。今も働いてるの。は辞めちゃう。辞めたん。はい。なんで辞めたん。まあ、言える範囲で。言える範囲。うん、まあ、身体的に。身体的に？身体的にってどういうことよ。まあ。って言うんだろうね。まあ別に自分がやりたい仕事じゃなかったということやね。まあ、長い間。で、魚の市場は3年間勤めたと思うけど、バローバローって何？スーパーなんですけど、うん、それの担当やってました。ああ、だから市場からそのバローさんに卸す。バロー言っていいの？あ、大丈夫。あ、大丈夫な。その市場からバローに卸す魚の担当をしてたと。はい。じゃあいろんな魚扱ったってこと？はい。値段とかも決めてたってこと？値段、はい。あ、そうなんや。まあ、先輩に教わりつつ、はい。でその仕事もやっぱ3年間して合わんかった。うーん、まあ、もろもろっていう、もろもろ。そこはちょっと言えないです、ね、言えない言えない理由があるみたいですね。まあまあいろいろあるけどね。でもう思い立って僕の動画とか見よったらうずうずなって、はい、もう漁師がずっと夢やったし連絡してみようかと思って、はい、でいろんなね連絡あるんや、他の人からも、はい、だけどほぼね、まあ、断ってたというか、僕も動画作るのがメインやけん、そういうの一個一個ね返信していってたら動画作れんくなるよね、時間的に、はい、返信できるのがほぼほぼなんやけど、まあ、あの言葉遣いが丁寧やったのと、
で僕が聞かんでも自己紹介を勝手にしてきて、でこういう理由でなりたいんですっていうのをね、ではっきり言ってきたのと、行きますってもう島に移住していいですみたいな感じでね言ってきたんで、まあそれぐらいねやる気があるんやったら、まあ、やれるかもしれないし、まあわかんないですけど、まあ彼の本気度を感じたみたいな、まあそんな感じです。本気でなりたいんやろね多分、はい、で自分的にも船が欲しい、はい、ほうほうほう、なんで船が欲しい、それ見習いをしていって、うん、長年見習いして、うん、まあ、自分で操業できたらいいなっていう、うん、漁師にも大きく分けて2パターンあって、雇われ漁師と1人で操業するパターンがあるんよね、はい、希望的には1人で操業する、まあ、1人前の漁師になりたい、はい、うん、もちろんねそれになるまではもう5年とか長かったら10年とか人に雇われながらやらなきゃいけないけど、まあ、そこは分かってるよね、はい、うんうん、まあ、自分調理師の免許あるんですけど、うんうんうん、まあ漁師をやりつつ宿をやるみたいな、うん、が夢なの、はい、で、もう宿取っとんよね、はい、どのぐらい取ったん、何泊取ったんやと、1週間1週間取った、はい、そしたら1週間いろんな量見るか、はい、お願いします。あ、そのお手伝いぐらいできるかな、うん、多分漁師についてね全く分かんないと思うから、はい、うん、あの僕もカメラで映さない漁の現場とかいろいろあるけんあれ綺麗なところだけ、浜ゆくんも一緒やけど、はい、もう綺麗なところだけ映しとるけん魚が取れて一番楽しいところだけ取りよるけんいろいろあるんよ、はい、いろいろね彼に、まあ、まあ船に乗ってきたらそれ見れるわいろいろ、うん、大変なとことかね辛いところとかの方が多いけん、まあ、何の仕事でもそうかもしれんけどね、まあ、今日の夜もあるけん、そしたら来るか。はい。短いんやけどね、漁の時間は、まあ、2時間、1時間とかで終わる漁なんやけど。たまに映してる定置網やね。はい。あの漁、ママナガツオとか撮ってるんやけど。はい。この船ではね、行ってないんや、最近。っていうのもね、魚が安くてね。市場でやりよったら分かったやろ。魚めっちゃ安かったやろ。はい。ね。はい、えげつないぐらい安かったやろ。今、これで行っても、ハモとかエビとか取れるんやけど。よりいいものを求めて、今やったら定置網のマナガツを取る方がお金になるけん、はい、そっち行ってこっちは休んでるんやけどね、そうそう、そんなもいろいろあって結構難しいよ漁師も、はい、最初は稼げないよ当たり前やけどね、はい、まあ、何のその個人事業主もそうやけどね、見習い機会なんかもう全然稼げんけど、まあ、ただが君のメリットはあれやね、魚が好きやけんその過程も楽しいかもね、釣りと本質的には一緒やけどね、はい、うん、魚を取るっていう、うん、あ、投げ釣りが好きなの、 いろんなジャンルが好きですね、うん、エギングやらタイラーがやら、あ、そうなの、ジギングやら、うん、もう船に乗ってる、はい、船ね、何の情報もない人が買おうとするとめっちゃ高いし、めちゃくちゃ経費高いけど、漁師になっとったら、まあ、個人で買えるし、まあ漁師になるっていわゆる漁業組合になるっていうことなんでね、はい、漁業組合になっとったら例えばこの港やったらタダで経流できるし、そういうメリットはあるかもしれない。で、本当に龍門みたいに、はい、もう仕事終わりにもうね、家の前に止めてある原付を運転するからね、そういう船を出てで釣りをする平場とかするっていうのはあるけん、はい、そういうのはもしかしたら憧れてる、はい、よね、それは憧れるよねあれは釣り好きからしたらもうたまらんわな、はい、あ、それはね、できるわ、稼げんくてもそれはできるわっていうのも船、さっき言おうとしたんやけどめちゃくちゃ安いけん、もうね、ちっちゃい和船、龍門が乗ってるのとか言ったら、はい、あの船外機は高いよ、はい、ただ馬力をこだわらないなら、ちっちゃい馬力ならね、本当に20万とかで、ね、船込みでね持てるけん、20万ってなんとかなるやん、はい、うん、まあ夢叶えたいよね、はい、まっすぐね僕の目を見てね、はいって言ってくるんですよこの子はよっぽどなりたいんやなまあ1週間おるからいろいろ考えようか、はい、うん、まあ、いろんなこと見れると思うし、どう、船乗ってみたらなんか持ちたいなとか思う、はい、思う、ほんまに正直なこと言えばいい、正直、うん、正直思う、はい、お、
まあ、見てみますか、1週間、はいはい、ということで彼に密着しましょう、皆さん、はい、お願いします、はい、お願いします、よし、はい、夜の11時ぐらいかな、僕のね、普段使ってる漁船に来ました。どうですか、意気込みは。今日ね、魚を触ってもらうわ、もう。で、彼はね、中央卸売市場にいたんで、まあ、市場で働いてたことがあるんで、まあ、魚触るのは問題ないね。はい、ね、だから、もうぶっつけ本番で魚を選別してもらいます。はい、まあ、なんか真面目そうな顔って言われる？いや、言われないです。あ、そう、さっきね、ここに来るまでに車で話してたんですけど、割と悪い子みたいですね。まあ、勉強はしてこなくて、幼い子はね、まあ、僕も一緒なんですけど、で、まあ、釣りばっかしよったみたいな、まあ、ざっくりとそんな感じだよね、はいはい。ということで、エンジンをつけたことある？はないです。漁船のね、そこね、開けてみて。はい、で、ね、そこにキーがあるんやけど、それひねるだけやね。あの、メインは入れてあるから。左、はい、エンジン初始動です。漁師への道、彼の漁師への道が切り、はい、開かれました。オッケー。で、そしたらこれからまあ漁場に行って、まあ僕の親父も乗ってくるんですけど、まあ、魚選別してもらう段階まで行くのに、まあ、1時間ぐらい工程があるんで、それからまた、カメラを回し始めます。頑張ってください。はい、はい、お願いします。はい、やってみる。魚振り落としていくだけ。鬼起こせとかおったりするけん、はい、気をつけて、はい、うん、この時期あんまり生かしても死にやすいけん、もう生かすのはハモだけでいいよ、今回は。で、アイゴとかもおるけん気をつけてね、はい、こうエイとか見つけたら先に捨てとった方がいいわ。タチも、マナガツオ見るの難しい？いや、市場で毎日見る。市場で毎日見よった。ちっちゃいけん捨てよう。
して、あの後でいいわ。先お金になるような魚。ビビったやろあ、それ生かしといて、あの、うん、起こせ。分からんことあったら聞いてね。はい、内鍵使ったことあるね、はい、死ぬ閉めよっか。ここら辺、うん、任せるよもっとこっちやね、そこじゃ閉まらん。もっと目の方やね、これもうちょっと目の方やけど、まあギリギリ OK かな、多分。まあ慣れたら分かるわ。はい、はい、棚だとね、大きい個体だけ閉めます。これをさっきのバケツに入れて流水沈む。はい、これから魚を選別したいと思います。手伝ってください、はい、お願いします。でまず氷をね出そうか。ここに製氷機があるけん、氷を単純にこっから出すだけやね。やっぱあれやね、市場で働いとっただけあって、なんか魚の触り方とかその氷の扱いもね、俺なんかもう見とってわかるわ。もう今まで氷を扱った人の扱い方や。いや慣れてますね、そうやって上から氷を砕いて落とすとことか。で、一番大きいのは1ミリか。あれだけ1ミリ。小さいのはもう、いや、それやったらね、6ぐらい入る。うん、5かな、それで。うん、それぐらいでいい。もう一つ入れる、うん、ハギや、ハギそっち出していく。ハギは何匹？大体大中小ぐらいで、
まあ、3キロぐらい目がけて。多分2箱か3箱、どっちか難しいところやな。それでいいよ、1つ3箱かな。もうちょっとあれ入れよっか。あの安いけどね、めっちゃ安いけど、まあまあいいっていう。あと一箱で終わるぐらい調整して。そしたら詳細は、2つぐらいやな。バラバラ。いや、大と小で、うん、大体で確認して OK。 小味広いよって。味も綺麗になる。いや、並べんでいい。箱にする。分けといて、あの新しいの出して。終了。で、パーチと氷してあげて。時間ぐらいかな、全部で取れてるかな。はい、終わりました。ということで、どうやった？なんか感想。感想なんかある？まあ楽しかったとか新鮮やったとか。まあ、うん、1話に持った時は、うんうん、そうそう、1話に勤めとった時は、うん、まあ、値段つけるぐらいだったんですけど、うんうん、まあ、大島の定置、うんうん、緊張しとんな漁師が夢なのね、はい、この大島への滞在期間が1週間、はい、で1週間まあ毎日あるけん、あの漁は、はい、やってみる、来てみる、はい、まあ1週間後にまたどう思うかや。漁師になりたくて海のないね滋賀県からはるばる来たさつき君は、果たして1週間後やっぱり漁師やりたくないって言ってこの大島を出ていくのか、それとも1週間後ですね、まだいや、マサトさんやりたいんですと言ってくるかどうか、まあちょっとお試しで皆さんも、ぜひご期待ください。ということでまた次回、また1週間後彼の様子をね、お届けしますんで、次回の漁もお楽しみに。バイバイ。